この安全講習会は神山町を拠点に林業の活性化や森林保護に取り組む森町レジリエンスが初めて開催したものです。参加したのは県内の林業従事者らおよそ120人。林業の担い手が減少している今、安全な知識・技術を学び安心して働ける環境を整えることが産業の活性化につながると考え企画されました。講習ではチェーンソーなどを扱うメーカーの社員が製品の構造や選ぶ基準、防護ウェアの重要性を解説、機器のメカニズムを知ることでより安全な使い方ができると話していました。まずは安全を第一義として考える、次の未来の子どもたちに向けてしっかりと安全で徳島が大好きということをずっと思えるような場所になるようにつないでいけるような活動を僕らはこれからやっていきたいなというふうに思っています。